何かに阻まれている。なあ、道が見えているのに行けないよな。わあ、ゾッとする。どういうことなんだ、一体何なんだこの世界は。一つ仮説を立てる。この世界が俺たちの世界とは違うことは確かだ。非常に似通ってもいるけど違う。決定的なのは氷協会の存在がないということだ。この世界の成り立ち、歴史からしてそれがないということはありえない。ここは別物、作られた空間だよ。俺たちはそこに迷い込んでいると俺は推測している。そして別のシミュレーション空間でもない、実際にアンダーワールド内で起こっている現象のはずだ。作られた空間、どういうことだキリト、もっと分かりやすく言ってくれ。そもそも俺たちが行ったのは悪夢の城だ。生存者の人の話を思い出してくれ。精神に干渉する何かが仕掛けられているんじゃないかという推測は最初からあったよな。ああ、だからこそ慎重に行こうと話していた。精神干渉じゃなくて、これは夢、幻覚を見せられているんじゃないのかっていうのが俺の仮説だ。夢？夢って寝るときに見るあの夢ですよね。じゃあこれは私の夢ってことですか？だって私は自分の頭で考えていますよ。俺もだよ。だから集団幻覚に近いのかもな。集団幻覚？キリト先輩、すみません、言ってることがわかりません。うん、ごめん、わかりやすく言うな。おそらく本当の俺たちの体は多分ちゃんと悪夢の城にいる。俺たちは寝てるだけなんだ。みんなで同じ夢を見ながら寝ている。今まで被害に遭った調査隊も同じ状態に陥ったんじゃないかな。それも悪い夢な。集団幻覚。ちなみにその場合、調査隊の大勢が死んだことはどう説明する？悪い夢を見て互いに殺し合いをしたと。いくら幻覚といえど禁忌目録に違反するぞ。そこが俺の仮説の最大の問題であり、ちょっと考えたくないところなんだが。これさ、夢を見ている間に第三者に殺されてるんじゃないかな。だって寝てる体なんてやりたい放題できるじゃないか。
そうなんだよ。おまけにだ。じゃあこんなことをできるやつって誰なんだろうってなるよな。すごい神聖術の使い手とかですか？いや、本当の世界では殺人は禁忌だろ。だからさ、これそういう風に人を争わせるような夢を見させている化け物とかがいてさ、今も夢を見ている俺たちを食べようとしてよだれを垂らしているんじゃないのかな。って言ったらみんなどうする？だよな、そういう反応になるよな。先輩はどうしてそんな冷静なんですか？その冷静さも怖いです。解決に至るには冷静になれなきゃいけないって必死なだけだよ。内心俺だって叫び出したいって。あと一つ希望があるからかな。希望？この夢、幻覚は特定の誰かの精神世界が強く影響されていると思う。格差や不自由のない理想な世界、青原城。ユージオ先輩。そう、幻覚といえど誰かの思考を下敷きにしないとここまで作れないだろ。思考を広げて幻を作り上げ、その中に他の人間も放り込み混乱させているとしたら、母体とされている勇士をどうにかできたらみんなで一気に覚醒できる可能性はないかな。現状それくらいしかやれること思いつかないんだよ。村の人の話から推測するに、黙っててもそのうち目覚めるくらいの幻覚なんだろうけど、その時はもうボリボリ食べられてる。内側から起きられる行動を取らないと。お前の考えることは突拍子もなさすぎて私には全てを理解できないが、とにかくユージを探せばいいんだな。探しましょう。私もしキリト先輩の言うことが本当で今食べられてしまう状況なら、ならせめて私ユージオ先輩を見つけてから死にたいです。別れたままなんて嫌です。死ぬ前にユージオ先輩に会いたい、会いたいです。ティーゼ、ティーゼ、ごめん。それにみんなも、俺みんなを不安にさせた。守る立場なのに自分の中だけでとどめておくべきだった。キリト先輩ごめんなさい。
取り乱しました。先輩は悪くありません。冷静でいてくれる人が必要です。そうだぞキリト、こういう時こそ情報を共有して一致団結しなくてどうする。お前は悪くない。それに私は守られる立場ではないぞ。とにかく行ってみましょう、青原城へ。そこにユージオ先輩がいるかもしれません。